岸和田の役所、岸和田城のそばにあります市立図書館の本館なんです。これね、まあ、見てもうたら分かるように古いんですよ。1975年にできましたんで、まあ、44年ほど経つんですけども、中入って喋れませんので、取るとこ先に言うときます。トイレはきれいになりました。ほんで去年耐震化工事をしてますんで、多分これまだ使うつもりなんやろうなと思うんですけども、エレベーターがございません。で、車椅子の方なんかが来られたら、まあ、ここはいいんですよ。これこう道路でね、こうやってこう行けんだけど、1階はええけども、ここ2階3階使ってるわけですよ。で、本も2階に大人の本があって、1階には基本的には子供さんの本ということになってますので、2階に車椅子の利用者も上がりたい。ほんで3階は講座なんかをやったりするんですよね。今自習室で開放したりしてますけども、そしたらですよ、3階までどうやって行くねんと。以前は若い男性の職員なんかも何人かいてたみたいなんで、車椅子抱えて2階上がって本見てもうとったって言うんですよね。ほんで今どないしてるかって言うたら、こういう感じの本って言うたら、2階から何冊か本持ってきて、ほんでそこでまた1階で見てもらうと。で、そしてその中で、いやいや、もうちょっとこんな本ないのって言うと、また持って上がって、また別の本持ってくるというようなおかしなことをやってるんですよね。ほんでエレベーターはこんなもつけんかいというふうに考えるんですけども、エレベーターつけへん、金がないからって言ってね、ほんならふるさと納税であったりとか、クラウドファンディングとか、市民が金を集めてですよ。まあ、受け口は市役所が作るとしてもね、市民が金集めて、ほんで結局何でもかんでも市民の便利のようにするんであればですよ、これはもう岸和田市と違って乞食市という名前に変えたらええんですよね。で、税金も市税を5倍も6倍もよそより取ったったらいいんです。まあ、基本的に市税をそんな特殊に変えるということはできませんけども、そやけども、備えしてでもですよ、このむちゃくちゃな市で市民に多大な負担をかけさせて、お前らが金出すんやったら変えたるわいっていうようなね、そういう行政っていうのはほんまにやめなあかんというふうに考えてますね。で、中でこれ見ていただきたいのは、この窓あるでしょ。そこの窓に向かって、で中に入ってすぐに、まあ、本を見るような閲覧場所になってます。で、先ほど申し上げましたようにトイレがきれいになりました。まあ、そこはまあ良かったんだけど、そこもまあ、車椅子で行けるようになってますよ。で、その前のとこでね、どんな感じで人が本読んでるか、今高齢の方もおられましたけども、椅子見てください。まあ、子供用のとこやから子供の椅子やないかいというふうになるんやろうけども、新聞とか置いてるわけですよね。で、そういうものを年配の方が子供用の椅子に座って読まなあかんというような、そういう状況を今から、あの、人の顔が映らないように市民なんでね、配慮して撮りますんで、ほんでまた出てきてまた話しますんで、まあ、見てください。こんな感じでパイプ椅子なんですよね。これはトイレです。きれいになってますよ。多目的トイレもあって、こういう風にきれいになりました。女子便所も多分きれいになってるんでしょう。中入られるので見ませんけどね。で、上がる口はこの階段しかございません。で、さっき言ってた市民が、大人がですね、小さい子供用の椅子に座らなあかんというのを見てください。雑誌です。市民に雑誌買うてくれっていうようなやつもやってますね。これ町ライブラリーみたいなんでね、町ライブラリーができたので、
こういうイベントをやってますね。このスターウォーズなんかこれ画期的なんですけど、とかね、集まれ映画好きとかね、こういうことやってますね。で、見ていただいた通り、車椅子の人間コロナというようなそういう作りになってるでしょ。ほんでですね、上がねフロアというか、まあ、自習室使ってるんですけども、これがですね、これ図書館が作ってるじゃいます、まともの会が作ってるんですけどね、これね、これ見てください。認知症について考えるということで、専門医の方が話するんだけど、本館の3階って書いてあるでしょ。これもちろん年配の方とか車椅子にお乗りであるとか、足がなかなかね杖ついても階段しんどいなっていう方向けじゃないですか。高齢の方向けですよ、こんな。それこそ今老老介護とか言ってんだからね。そういう人にとってこう3階どないって上がんねんということですよ。こういうとこでフロアでやるのが、その3階のとこしかないと言っても過言ではないんです。会議室なんかの3階にありますからね。で、そもそもですよ、公平自体が言うてたのは、あの無能の長野っていう犯罪一家の市長なんですけどもね、こいつが言うてたんは、にぎわいの街づくりって言うわけですわ。ほんでこれ城のそばなんで、ほんで城城城城って城にこだわってね、わざわざ役所の建て替えも津波来るんですよ、ここ。それ岸和田氏が言うてるんですよ。津波避難区域に定められている、南海本線より山手に逃げれって言うてるんですけども、その津波が来るにもかかわらず、そこへわざわざ市庁舎建て替えるんですよ。今そこにあるから危ないから、南海線より少しでも上のとこ、福祉センターのとこにしようねということを2018年12月まで建て替え委員会でそなして言うてたんを、1月になったら急に変えるんですよ。それも公平が吉野という一級建築士、市長選挙2017年11月に出ましたけども、彼は、供託金を没収されるぐらいの得票しか取られんかったわけです。私ちなみに4回出てますけど、供託金没収なんか1回もないですからね。で、そういう吉野さん、一級建築士の吉野さんが2018年2月公平が当選した時の選挙は公平につくわけです。ちなみに吉野さんというのは連合町会の町会長です。多分今もそうやと思いますけどね。で、その後で城の、城のそばにせえというのを吉野さんずっと言ってましたから、そこをこう考えてですよ、支援もしてくれたし、吉野さんの言うことを聞こうかということで城の前に変えたんやろという、もうそれぐらいしか理由がないわけですよ。もう一回言うときますよ、津波が来るって言うて市が言うてるところへ庁舎を建て替えるわけですからね。で、そこ、そういうことでしょというのをこの前吉野さんがたまたま駅でいてましたんでね、タコ地蔵の駅で捕まえて、よかったな、あんたの言う通り視聴者が城の見えるとこになったな、ただしあんなも津波でやられたらお前どないすると責任取るつもりやねんということを言うと、あんま逃げていきましたわ。説明できるわけないんですよね。そういうような無能市長がですね、にぎわいの街づくりということでやたら言うわけです。まあ維新ですから金さえ持ってきたらええねやという考えなんでしょうけどもね。それであるならば、城城城城と、城好きなんやから、あれも言うときますけど、1951年に図書館を作るというふうに嘘を言うて国から補助金取って建てたもんですよ。しかも、あの城は岩手建設が建ててますからね。まあ小学生でも今知ってんだけど、だから城としての価値がほんまにそうあるのかどうなんか分かれへんのです。ほんで所蔵物もカビまみれにしてたっていうのがね、新聞なんかでつい最近すっぱ抜かれて、それ議会なんかでも問題になってましたけど、そういうふうにですよ、後から作った城の形だけあったらええねん、中の所蔵物こそが大事やろと思うのに、そんなカビまみれにするようなね、そういうとこに置いてですよ、まあまあ白白言うてんだから、これも観光拠点にしたらいいじゃないですか、本館なんだからね。で、今駅前にあるでしょ、まあ東岸和田もありますけど、泉大塚で駅前に持ってこようとしてる、あれは南出の友達にですよ、市長の友達に家賃の金払ったらんかいというようなね、そういうようなこともあるんじゃないかということで、市民の皆さんはあれ反対されてるんです。金余計かかるやないかいということでね、公民館と一緒に建て替えすることになってたんで、それはまた別個で話をしますけども、で、泉府中もそうですね、泉市の図書館駅前にありますよ、泉中央でもそうですわ。あそこはね、もっぴん台があるから、
なんか感じがええ図書館みたいな感じになってますけど、そういう形でね、市民と関係のない図書館の、利用を目的にした方だけではなくてですよ、例えばトイレを借りに来るとかね、そういう観光拠点としてにぎわいの街づくりの一環としてこれ使えるわけですよ。ところがそういうことは勘案せずに、まあ車椅子のもん使わんでええかなということで、高齢者社会にもかかわらず車椅子のもんを排除いたしますと、まさに小池さんと手を組んだ維新ですからね、まああれどないになったのか知りませんけども、そういう排除いたします、市民を排除いたしますというような、そういう政治姿勢、長野公平の政治姿勢がこの私立図書館のエレベーター付けんかいというような、そういう問題でも起こっておるということです。